上上さんちょっと気を切るで、そしてとどうするです来ました、やってまいりました。何か今ワトソンさんですか。あ、僕違います、キサラギリマです。あ、キサラギリマさん、はい、キサラギリマはい、皆様お待たせいたしました。クロノで1試合負けたら本気の1文字公開するディール、ディールじゃねえ、対決するディールじゃねえ。第2回ですね。第2回で、第1回の時に、うん、まあ、最後にあの Twitter でリツイート1000件いったら、はい、あの第2回を公開しますって言ったんですけど、はい、なんと一瞬で2000、一瞬数十分でもう1000リツイートいって、2000もすぐ行きました、行きました行きました、すごい、やばい。なので、はい、この動画のツイートのリツイート数が、はい、じゃあまた1000でいきますか。そうしましょう。動画の公開と同タイミングでツイートいたしますので、そのリツイート数が1000いったらまた続編が出ます。やば、でも今日マジもう僕ヤバいっすよ、この前2連続で負けちゃった。でも一つ言い訳をさせていただくと、この前相当酔ってたんで、はい、今日はもうボコボコにできるから。確かに確かに結構酔ってましたもん。マジで酔ってました。確かに。というところで、私あとライブ4つしかないんで、僕はですね7個ある7個あるし、7文字ってのはバレてるって、はいはい、僕も絵と間をね、あの公開しちゃったんで、はい、あの残り4枚しかないんですよ。前回の動画ですね、はい、見てない方ニュースって今出てきたと思いますんでね、はい、あと動画説明欄にもございますんで、ぜひ見てみてください。今日負けたら私もう本当にバレる可能性ある。本当にバレるっすね。あ、今ですね熱海に来てまして、熱海来てます、はい、この熱海旅行では、うん、熱海旅行で起こる決め事を全てクララワで決めるっていうね、動画を撮影しに来てるんです。そうそうそうこれから1週間動画上がると思いますんで、ぜひ皆さんそっちへお楽しみにお願いします。なぜ服装が違うのかとかもなんかいろいろあるんじゃないか、分かってくださいな。そうっす、どっちが早く上がるか分かんない。確かに確かに、はい、それではなんと今日負けたら、はい、1文字公開っす。そうっすね。でここに、はい、もう1文字ずつ書かれたカードがありまして、はい、映ってない映ってないねえ、これ新地獄のルールなんだな、これ本当に負けれないんで。そうですね、割とガチめにもうスパーキー使ったら倒すぐらいの勢いでいきますね。なるほど、はいはい、もうそれぐらいのガチ対策していかないと、もう本当僕ミスれないんで。バン、いやー、組み終わりました。いや、これなんでこんな。ちょっとね、もう今日は本当に一回も負けない気持ちでいかないと、はい、本当に私の本領が危ない。確かに。一文字二文字だったら、はいはいはい、まあ予想も言うてね、はい、こ う, そ う,、ねそうですね、ちょっと難しいじゃないですか。はい、半分いくと、怖いです、だいぶやばいんで、ちょっとね、今日は勝ちます。はい、いやー、これ闇のデュエルやな、これは。闇のデュエルですよ。クックックック、どうするボーイ、じゃあ。どうするボーイ、やば。いきますか。はい、じゃあ、このクランで、あ、もう出てる。さあ、来たまえ。早い。来たまえ。参ります。集中します。じゃあ、クイズマジで喋らなくなるからな。変わんないでしょ、そんな。お願いします。さあ来た、よしかい、行きます。もう貧乏椅子しちゃうんですよね、マジで。普段しないじゃないですか。いや、集中すると、はい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 、これがなるほど、これか、ここを受けて、はい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 、なるほどなるほど、まあまあまあ、私若干有利じゃないですか、これ。さあ、何さあ、よろしくと。ビンドラ来ます。ビンドラ入れてきていらっしゃるんですね、皆さん。いや、そうですね、はい。ビンドラだけじゃ止まらんぜよと。なるほど。はいはい。ああ、インドラだけじゃ全然全然。止まりませんと。よしよしよし。オッケー、バリバリオッケー、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 わー、目がないと、まあでもこれは、はいはい、割と、割といい、割といいかも、ほら、いやー、いい勝負だな、お互いこれはいい勝負ですね。さあ、はいはいはい、あー、そっちか、やばい、やばい、でもでもやばい、なんか、はい、有利そっちの方が、そうっすかね、今のディガーでちょっと巻き返された感はあるんだけど、ここでほう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 、よしよしよし、いや、ここボーイ集中、きついなぁ、ここ集中、前集中、やばい、負ける、マジで負ける、行かないといいからな、いいよいいよいいよ、
いいよいいよいいよ。いいよいいよいいよ。オッケーオッケーオッケー。遅れた遅れた。よし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 。よし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 。まあ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 。オッケー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 。スタのレイジー。キヨキヨくん、うーん、マジか。さあ、よかった。今ちょっと序盤ね、だいぶ押されてたんでちょっとヒヤッとしてたんですが、いやこの熱海旅行で、はい、撮ると思ってたんで、はい、マジこの一気練習してた。練習してたんですか、このために。このためにさあ、キヨキヨさんもね、僕の名前が書かれたカードが一文字ずつ8枚あります。はいはいはい、やだこれやだよー。キヨキヨさんね、どう、あのパワー文字あります？パワー文字あれ出たら僕あるんすよ。パワー文字、はいはい、あ、ありますね。1文字すげえ文字があるんですよ、はいはい、パワー文字そんなないか。割と、はいはい、まあ、なんか平均コストが違って、平均コスト低めですね、はい、5でありますもんね。僕5であるんで、はい、じゃあ参ります。行きましょう。じゃあ上から2枚目、トえ、ト、ト、あ、トかトか、入ってます入ってます、トはマジで入ってます面白いですね、これは。やだよ、これはこれはやだよ。名字遠山くんなんだよさあ、行きましょう。あ、そっか、2試合ですから2試合やばい。それでは、第2戦に行きたいと思います今日はもう2連勝して、いや、でもね、なんかね、今ね、流れがどうするさ、流れ OK しちゃう、空気が持ってるんです。いや、お願いします。 OK、 よし、始まった。よろしくお願いします。さあ、2戦目よろしくよしよしよし、熱海全勝を目指して、なるほど、はい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 。キュッキュさんのダックリにもあのジャイカ枯渇って相場決まってますから。反応薄すぎ、反応薄すぎまろ、反応薄すぎまろですよ、それはさすがに。はい、ここもナバをガン付けして、もっとこれはわ、ファルチェ、それは逆で、これどう、トルネード、トルネード、はいはいはい、トルネードミスったら死ぬよ。一発、あーまあまあまあシャ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 、まあ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 、落ち着きなさいと。いつもしない、いつもしないでしょ、こんな。やる、きついな。よしよしよし、まあ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 。でも言うてね、これ僕有利じゃないですからね。トルネードもパンチも持ってて、キングも起動されてるんで、なかなか通りにくい、こっから。はいはいはい、ここら作ってくる、後ろから。いやー、慎重ですな、これは。シチョピオ慎重です。こうして、このマルチェードがそっと、マルチェードマジやった。はいはいはい、いやー、お互いちょっと攻め時が難しいな。しますね、ここ要だな、ここ要っすね。ブーツ、トルネードで避ける。そっち行った、きつい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 、よいしょ、頼む頼む頼む、あ、フルチが、フルチが死んだ、ちょっと待って、
ちょっと待って、ちょっと待って、マジでやばい、マジでやばい、マジでやばい。バン。いい勝負すぎる、いい勝負すぎる。で、なんかこう、おお、決めに来た、決めに来た。割と勝負きた。雷がすごい、雷がすごい。はいはいはい。さあダメ、こっちはもうトルネードしかないはずって言ってさ。はいはいはいと。いけ待って、今、ファイブ行きました。ファイブ行けない、ファイブ行けない、ファイブ行けないです。ファイブザップなら行けました。あー、危ない。え、待って、今、ファイブザップ回ってましたね、手札。いや、あのね、なんかね、心の中で、はいはい、ちょ、ゆとり持っちゃってたんですか。ゆとり持ってたんですか、今の戦いで。崖っぷちじゃなかったから。崖っぷちじゃなかったから。そんなことがあったんすか。無言で僕真剣にやってますみたいなアピールをしときながら。なんか、はい、ゼロ文字公開だったじゃないですか。あ、今日ね。だからその、今日その甘さが出たと。野球でいうところの、はい、まあ、高校理論。よくわかる。全然わかる。高校だとちょっと言う、はい、ゆとりあるよみたいな。よくわかる。わかんない。じゃあごめんなさい。え、いいですよ、もう、ケヨケさん。どうぞ。これでも面白いですね。第1回は僕が2文字。確かに。第2回はケヨケさん2文字なんで。こんなことあんの逆に。あります、あります。はい。今後も僕を酔わせない限りはケヨケさんで言い続ける。マジで練習しよう、マジで練習しよう。それでは、はい。ケヨケヨズポイント。ケヨケヨズポイント。ケヨケヨズネーム。Today's ケヨケヨズポイント。せーの、バン！ま！ま！ま、まあちょっとシャープなとこ行きましたね。トとまですね。トーマくんですね。トーマくん。マジマジじゃんこれ。マジかよ。ということで、キヨケさんがね、今動揺してすごくテンション落ちているので。いや、やばい。ちょっと今よくわからない。よくわからない。ちょっと閉めてください。閉めてください。はい、すいません。閉めらんて。今回の、第2回をやったんですけど、第3回はまたね、ツイッターで千里ツイート行ったら第3回も刊行されますので、はい、ぜひとも皆さんね、こちらの、動画のツイッターの方もね、リツイートよろしくお願いいたします。あの動画の説明欄にツイッターリンク貼ってありますので、はい、ぜひともこちらからリツイートお願いいたします。ということで。ということで、どうするさんのチャンネルリンク、動画説明欄にございますんで、コラボ動画とかのね、熱海、はい、クラロワ決戦動画もございますので、そちらからぜひともお願いいたします。まだチャンネル登録お済みでない方、ぜひともこちらのボタンからね、チャンネル登録いただけますと、この次回の第3回、名前公開クラロワとかも、見逃しにくくなりますんで、ぜひともこちらからチャンネル登録お待ちします。そしてこちら前回のね、名前公開とおすすめ動画でございますんで、まだ見てない方はぜひとも見てみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。